相撲は相撲は好きだけど白鵬は嫌いだどうして嫌いなんでしょう。相撲次は相棒相棒みたいな相撲でした。そうですね、愛僕ですね。あと手編ですから、手編のあれですね。ですね、白鵬は嫌いだと。ね、なんで白鵬は嫌いなのかというと計算高い、なんで計算高い人が嫌いなんですか。それがよくわからない。あの今日ちょっとこう YouTube 見てて、いつのか北海道の人と話されてて、タクシー乗るとドアをパシッとこうその丁寧に閉めないっていう方ことをこう言っておられて。でお金払うからタクシーは別に存在に扱ってもいいっていうのが心の中にあるんじゃないかっていう。だからお金っていうものに換算してお金払ってるからいいよとか、なんかそういう物事でこう自分の中に考えてしまう。あ、同じようなもの持ってるかなっていう私思って。計算高いのと同じようなもの、こうそういうこうなんかそういう物差しでこう物事を見るっていうか、もうこの計算高いっていうのはお金の計算高いってことですか。お金もそうだし、いろいろこう勝負でもこう勝ったらいいやっていう、勝ったらいいや、うん、計算なんか義を通して勝つっていうのは相撲だと思うんだけど、そうじゃなくて勝った方が勝ちだっていうような、計算高いっていうことと勝ったらいいっていうのは違うと思うんです、うんね、勝ったらいいっていうのはね、なんだっけ、赤昇龍だったっけ、なんだっけ、朝昇龍ね、朝昇龍っていうね、あの辺はだから勝ったらいい、うん、極端な人ですね。でも白鵬はどちらかというと計算高い、自分がちょっとこううまく体調が整わない時は休場して、で調子を整えた時は出て、それでその横綱を保ち続けて何年っていう、そのなんていうの、その自分が体調悪くてもでも横綱だから出ていかなくちゃっていうことはなく、なんか簡単に休場して取れる時だけ取っていくっていう、うん、そういうイメージが僕の中には白鵬にはあります。あ、あります、うん、勝ったらいいっていうのとはまた違う、どんな勝ち方をしても勝ったらいいっていうのは白鵬にはないと思う。どちらかというと本当に計算高く、ね、最小の努力で最大の結果っていう、こういうのが計算高い。ね、それを好きになれない、嫌いだと、ね、それはどうして、それはね、なんていうんですかね、人
人は本当にひたむきに努力をするものに対して心を打たれるものなんです、ね、ちょっとこうちょこちょこっと努力してちょこちょこっと結果を出してくるっていうね、そういう人を好きになれない人は多いと思うんです。でもなんで、なんでかっていうと、それは本筋と違うというか、それいや嫌いってことある、嫌いっていう、嫌いっていうことは私の好き嫌いというのはなんかあの どういうんですか、嫌 い, そういう、うん、嫌いっていうことはイコール、いや私の中にそれがあるのかなと思ってるんですよね。ある、うん、その計算、いやないです、あないないです。嫌いっていうこと、嫌い、嫌いっていうことは違う、嫌いっていうこと、ということは努力して当たり前と思う、うん、嫌いっていうことは、あ、羨ましい、羨ましいんですね。あ、嫌いっていうことはね、羨ましいっていうことです。本当にもうあんな夜よくやるよって、本当に嫌いだわっていうことは本当に羨ましいわ、うん、あ、そうなりたい気持ちがあるっていうこと、そうなりたいけどなれない時に嫌い自分の中で真似はできないけど羨ましいな、うん、こんな風になれたらいいなって思う時に嫌いって、うん、計算高い人間に憧れてるところがあるわ。自分はいろんな意味で愚直にやってきたっていう、そんな計算高い人間じゃないと、要領よく生きてきてないと、本当にこう目の前のものにぶつかってぶつかってこう努力して乗り越えてきた、ね、そういうふう自分が計算高くね、そんな努力もせずにね、もちろん努力してるかもしれないけどね、なんかこう努力したことが 100% 生かされてるっていう人を見るとね、いやー好きにはなれない、こういうふうに思うのも当然だと思うんです、うん、羨ましい、だけどこの場合どう思ったらいいんですか。いやでもこれはちょっとこう、うん、人の生き方としては違うよっていうような思いがあるんですけど、まあ、人の生き方としては違うよ、うん、生き方は、うん、だったら人の生き方として違うよって思ったら別に嫌いにならなくていいじゃないですか、まあこれはやっぱおかしいよねでいいじゃん、あおかしいよねではないですね、やっぱり嫌いですね、そう嫌い嫌い嫌い、うん、これは、まあ、答えは出ないと思うんで、これは今まで自分がやってきた自分の生き方があるんですね。それはその自分の生き方はこんな計算高くね、そのうまく世の中を渡ってきた生き方じゃないわけです。その生き方、自分なりの生き方をしてきたことに自分自身で
やっぱりこう自信を持ってないところがあるってことなんです。なんか自分ってやっぱりいろんな意味で苦労してきたし、いろいろ頑張ってきたけど、世の中にはもっと計算高く生きてる人がいるんだなっていうことです。だからこっちの方が得で、自分の生き方は損してるっていうふうに思ってるんです。だけどそうじゃない、計算高い生き方をしてる人はね、仏教的に言うとそれだけしか学べないってことなんです。計算高くていい結果は出てきたかもしれないけど、人生としてどれだけ自分が変われたかっていうふうに言うとね、変われないわけですよ、努力もしないと。そこから比べたら自分はいろんな意味で失敗も多くてね、思い通りにならないことが多いかもしれないけど、その分だけね、学べたんです。うちの娘にも言うわけですよ、ね、そんな努力せんでね、いい高校に入れてて、いい大学に入る人よりもね、いっぱい失敗してきてね、不可能なところに挑戦していってね、それでも落ちちゃった方がずっといろんなことを学べたと思うよって、いい人生を生きてきたんじゃないか、もっと自信を持ってください。少なくとも白鵬よりずっと羨ましい人生を生きてきたんですよ。そう思えばね、自分の人生に対してもっとね自信が持てたら嫌いとは思わない。まあ白鵬さんもよく頑張りました、褒めて使わすっていう感じで。もっと自分の人生に価値を置いてあげてください。分かっていただきましょう。